ちは、さあやです。今日はじゃじゃん、これ見てください。めっちゃ可愛くないですか。これね、のーちゃんのアルバムをちょっと作ってみたんですよ。簡単に作れたのでちょっと紹介したいと思います。で、最後にね、中のお気に入りページを紹介したいと思うので、ぜひ最後まで見てください。で、アプリで簡単に作ったんですけど、使ったアプリがね、こちらのアプリになります。ちょっと簡単になんか作り方を紹介したいと思います。まずここの新規作成というボタンを押します。そしたらこんな感じでテンプレートが出てくるんですけど、今回私がこの選んだ、アルバムはちょっと下の方に行ったこれですね、一番左側のこれです。はい、このグレーに今なってる部分があるんですけど、そこの部分にこう写真を当てはめていくだけでこんな感じのね、アルバムが作れるんですよ。例えばこのピンクのやつとかだと28ページあって41枚アルバムに写真が載せられるやつです。あのアルバムによって載せれる写真の数とかも違うんですけど、今回のやつはちょっと少なめの写真が20枚載せれるアルバムです。でね、私こういうのあんまりうまくできないんですけど、写真をポンポンポンと入れ込むだけなのですごく簡単にできるなと思って、それがすごいいいなと思います。テンプレートを選んでフォトブックを作るって押すと、ここにこだわり作成と簡単作成の2つがあるんですけど、こだわり作成は入れ込む場所は同じなんですけど、写真をこう入れ込んで、あとはここにねこんな感じで文字が書けるんですけど、この文字とかももともとはテンプレートで入ってる文字があるんですけど、こだわり作成にするとこんな風にノーワーとかね自分で選べれるようになります。私今回こだわり作成で作ったんですけど、すごい簡単にできました。でももっと簡単作成だと写真をまとめてポン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 と選ぶだけで簡単にできるみたいです。このねアルバム1個あるじゃないですか。でこのアルバムのパスワードを教えると、家族だったりお友達とかもこのアルバムを手に入れることができるんですよね。自分が教えない限りパスワードが知られないので、もう全然知らない人のとこに自分が作ったアルバムが届くってことはないんですけど、こうなんか一緒にねシェアしたい人にこう送ることができるみたいです。だからなんかこう卒業式アルバムとか作ってみんなにはいあげるっていう感じでね、パスワードを教えたらみんなこのね卒業アルバムとか手に入れられるので、そういうのもなんかすごいいいなと思います。もっとなんかいろんなテンプレートがあるので、そういうのでねなんか友達に誕生日のアルバムとか作るのもいいなって思いました。あとなんかカップルのね記念アルバムとか、私はまあそういうの作る機会がないですけどそういうのもねいいなと思います。でもねこんな風に簡単にねできるのでとってもいいなと思います。最後にね、私の今回のアルバムをちょびっとだけお見せしたいと思います。もう表紙は見せちゃったけど、中身ね、まずお気に入りのこの1枚、はい、いきますよ。じゃん、舌がね出てるの。ちょっと目開いてるけど、この時は寝てて、ね、舌をねほんのちょびっとね出して寝てたんです。あとはねこの辺は私とノアのツーショットが写ってたりとか、あとはね、私はこのねリボンつけたノアちゃんが好きだな、これですね。あとこれも可愛いんですよ。一時期ロック画面にしてたんですけど、遊んでーってこうやっておもちゃをね持ってきてるところを撮りました。今回のやつは20枚しかないのでちょっと薄いんですけど、なんかすごい簡単に作れたので、もっと写真がいっぱい入れ込めるテンプレートを使って作ってみたいなと思います。あと家族のなんかアルバムとか友達とか、そういうのもねすごいいいなって思うので作ってみたいなと思います。今回ちょっと試しにのーちゃんね作ってみたんですけど、意外と簡単に可愛く作れたので、今回はねこのアルバムアプリの紹介でした。気になった方はぜひちょっと試してみてください。なんか下に詳細は載せておきます。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。